アメリカンアイドルの優勝者、デビッド・クック・アメリカンアイドルのシーズン7は2008年の1月15日から5月21日まで、アメリカフォックスで放送された。日本では、フォックスチャンネルで2008年2月9日から6月15日まで放送された。司会は、前回に引き続きライアン・シークレスと、審査員は、ポーラ・アブドゥル、サイモン・コーエル、ランディ・ジャクソンが担当。 オーディションは全米7カ所で行われた。参加資格は2007年7月28日現在で16歳から28歳まで。ハリウッドでの2次予選は2008年1月にパサデナで行われ24名がセミファイナルに進出した。セミファイナルは1週目が60年代、2週目は70年代、3週目は80年代のヒット曲がテーマであった。 ファイナルは3月11日から12週にわたり、毎週1人ずつ脱落し、5月20日と21日に、LA ライブのノキアシアターでのシーズンフィナーレで優勝者が決まる。前年、エミー賞を受賞したアイドルギブスバックを、今シーズンは4月9日午後7時30分から2時間半に、わたって放送され、収録は4月6日にコダックシアターで開催された。そのため、 リザルトショーは木曜日に放送された。日本語表記は FOX チャンネルでの字幕による。ありがとうございます。